ブエノスアイレスの春でした。この曲はタンゴの革命児と呼ばれたアストル・ピアソラが作曲した曲でして、他にもブエノスアイレスの夏、秋、冬があるそうです。ぜひ私も聴いてみたいと思います。尾形さんは今どちらですか？次、出番ですよ。尾形さん、ちょっと楽器を取りに行くんですかね。今、サクソフォンアンサンブルで同族楽器によるアンサンブルをいただいたんですけど、次も、同じようにクラリネット、同族楽器のアンサンブルです。お帰りなさい。いやー、ここはあの南半球のブエノスアイレスかと思うぐらいちょっと暑くてちょっとびっくりしてしまいました。そうですね、なかなか暑い。そうでしたね、お疲れ様でした。ところで尾形さん、もう次の曲で第一部最後となってしまいました。そうなんです、早いですね。では佐藤さん、最後の曲の紹介をお願いします。はい、第1部最後を飾るのはモーツァルト作曲のクラリネットクインテットです。クインテットとは本来五重奏の意味で、クラリネット奏者が1人とバイオリンなどの弦楽器4本の計5人の奏者で演奏するんですが、今日は12を意味するクイーンとクインテットをかけて12人のクラリネット奏者でお届けしたいと思います。五重奏なのに12人も必要なんですか？本当に必要なんですか？なんでそんなに必要なんですか？私もちょっと最初は多いなと思ったんですけども、クラリネットの皆さんに聞くとどうしても10人でやらせてほしいということで、12人で演奏するそうです。それはとても楽しみですね。モーツァルトという人はとても楽しい曲を書いた、とてもユーモラスあふれる方なんですけれども、まあ、残念ながら私が吹いているサックスが誕生した頃にはもうモーツァルトは亡くなっていたので、まあ、サックスのために書かれた曲はないんですけれども、ホルンの曲はあるんですよね。そうですね、ホルンのために書かれた曲はテレビなどでもよく聞きますし、かなり有名なのではないでしょうかね。なんだかマイクのだんだんエネルギーがなくなってきたので、こっち声で失礼します。今日演奏する、まあ、モーツァルトのクラリネットクインテットもとても愉快な曲なので、楽しみですね。そうですね。